まずはみんなの顔をチェックだ。おお、ボーマスターのケイトが100を超えてる攻撃力。なんたる逸材。いや、ケクロプスもすごいことになってるな。いや、ジェネラルは超えてるし、ペンドルフも。なんだこいつ、サイディアもうすげえ強えな。マジか。何か望むことがあるか。望むことがあるよ。祝福を。ありがとうございます。ドンホートはホリーナイト。レオンはライオンキング。ライオンキング。ジューベ。大将光の妖精って。何ですか、マッドライダーとは。ああ、そうですか。じゃあメンバー入れ替えるか。さあ、最終メンバーを先行する。タルクは使う。タルクは使うと心に決めてしまったんだ、もう。おー、ライオンキングかっこいいな。ちょっと豚ひげを見るか。ちょっと失礼。おー、勇ましい。ドンホート、今までこの作画崩壊してたやつらとは大きな違いだ。あとは、ライオンキング。どこら辺がライオン、まあでも確かに。あ、ねえ、枯れっぽいわ。枯れっぽいけど。大将。大将装備。大将に装備させるか。大将に、こちら、正宗を装備させる。強そう。でも、草薙っていうのを手に入れたんだよな、そういえば。草薙と正宗、どっちが強いの？草薙。呪いじゃん。ダメだ、そんなの。あれ、前にもこんなのしたっけ？ワインを預かろう。さあ、最後に、あ、まあ、これ最後にするか。どうせこれから、そうだよね。手に入るし。じゃあ、まあ、最終メンバーだな。まず、大将は使おう。で、お気に入りを入れながら、ケクロプスは使うしな。ドンフォートの代わりに、ペンドルフだろ。あれ、終わりじゃね？これで。ねえ、スピリテッド使いたいよ。オネスティとかスピリテッドとか。ねえ。でもなあ、遠距離が強いんだよな。遠距離が欲しいんだよ。ああ、プリムラごめんな。まあ、スピリテッドだよな。いや、オネスティ好きだよ。オネスティ好きだけど。もう将軍、このダブルジェネラルシステムは崩したくないしね。あと遠距離使えるの誰よ。まあ、ギリギリオネスティが使える。いやー、ちょっと違うな。行くか、これで。いや、スピリテッドちょっとダメか。いや、いいよ、これで。これで行こうや。オネスティの代わりにジューベイが入り、神竜の代わりにハラルドが入ったと。で、馬の代わりにタルクが来たという感じでしょう。いいんじゃない？いいんじゃないの？別に。なんか困ることある？ないない。あー、預けちゃおうか。いらないアイテム。ちゃうって。何か望むことはあるか。うちの大将のアイテム預かってくれ。大将。大将のこの、スカウトヘルブラスト。持っておこう。じゃあセーブしてタロスを戦おう。タロスを対するわ。なんて？終わったー。終わったー。疲れたー。今日はですね、今日何月何日だと思いますか、皆さん。今日が何月何日か当てた人に100万円あげよう。絶対あげる気のないクイズが始まったな。今日2月の27日です。つまり取って出しですね。
この動画が上がるのがおそらく29日とか28日だと思うんだよ。つまりそういうことです。いやーマジで時間かかったわ。疲れた。おいよこせ、俺に全てをよこすんだ。なんかフォースブレードみたいなの手に入んなかった。いやそんなもんどうでもいいんだ。フォースブレードなんてどうでもいいんだよ今。どうでもいいと思ってしまうような年頃になったな俺は。ついにドンホートに渡してた。ドンホート返してくれ。それ今使うから。ドンホート、すまない。一瞬喜んだろうなドンホート。わしにか。おいしそうじゃな。あすいません、すよっ、そうか。悲しい、悲しすぎる。いやもうやることねえよ俺も。やることねえ。とりあえずもう2軍と1軍に分けて2軍のアイテムは全て回収する。問答無用だ。そして1軍に分配するのさ。いらんだろうこれ。ずっといらねえなと思ってた。あーあーああ、早くのチップ渡して。いやプリキュラ、プリムラ、プリムラ使ってあげたいけどさ。いやもちろんプリムラが強いことは知ってんだよ。知ってるんだよそんなの。飛行能力がある魔法使いなんて今までいなかったんだから。そんなね、ほんといちご大福のような美味しいやつ仲間にしないわけないんだ本来なら。しかしこと書いて佐々木軍においては残念ながら出番はなしと。佐々木軍じゃなければ使ってたわ。さあエンドルフ、力を回復するぞ。あ、いや力を解放するぞ。お前の力を、あ、ちょっと待って、お前何そのプラチナサークル。お前何これ、なんでそんなもん持ってるんですか。もう覚えてないんだよ、なんで俺が何を何してたのかさっぱり覚えてない。プラチナサークルを預けよう。でプラチナサークル預けて、一人確か何も装備してないやついたでしょ。そいつに渡してやろうぜプラチナサークルを。この子だ、よかったな。いやー今回もうバッサリいったんじゃねえか俺のことだから。もう疲れたもんね多分。もう編集も途中、そうだな、なんか新しい仲間の新しい必殺技ぐらいはもしかしたら載せてるかもしれない。それ以外はもう完全にバッサリって。なぜかって皆まで言うな。移動力9がマックス。移動力はいくつだペンドルフ。あららら9になっちゃった。じゃあどうしようか、9にしたやつ佐々木くんにしとくか。佐々木くん移動力9もいらないかもしれない。まあまあとりあえず使ってやろう、主人公だしな。運はペンドルフ、運は運11あるんだけど9がマックスと聞いてますか。それに関してはまあいいか。元気なパンペンドルフ食え。フェンドルフもお腹いっぱいだろうな。でもまだねじ込む口の中、まだねじ込むぞ。悟りの率誰がいいかな。まあグラシアかな。1万 MP 使うし1万 MP の消費が激しい。よし終わりかな。あったあったあった、ハヤテのチキン終わりかなこれで。
よーし、最後にフォースブレードを授ける。授き117きた。神々しいなー、フォースブレードは。これがフォースブレード、いいじゃないの。いや、分かってるよ、みんな、みんなが言いたいこと分かってる。疲れすぎじゃないかって。マジでタロス戦が一番。おい、ドンホート返せ。一滴もやらん、お前らには。マジで疲れる、マジで。もうなんかね、冗談じゃない、どうも冗談じゃないレベルで疲れた。これ何日に一回が正解。いやー、まあもうちょっとね、この毎日配信するっていう、毎日更新していくっていうコンセプトを守りながら、まあやっぱりいろんなゲームをやっていくわけじゃない。疲れるよ、疲れる、疲れないわけがないさ。でも楽しいからやるのさ。そう、楽しいからやる、最終的にはそれなんだよな。楽しくなかったらとっくにやめてんのよ。いや、ほんとそれ、めっちゃ楽しいのよ、このレベル上げだったりさ、動画を作ることが苦じゃないの、全然。ほんとにこれはもう強がりではない。で、みんな見てくれるじゃない。おー、あいつまたやってんな。お、もうすぐクリアじゃないか。久しぶりに見に来てくれるやつらもいるわけさ。なんて久しぶりに見に来てくれるわけも久しぶりに見に来てくれるやつらもいるわけさ。な、いいじゃない、楽しいじゃない、この時間が。今回の動画は多分5分ぐらいの動画になってると思うけど、いやー、次回長かった、本当に長かった。最終回、シャイニングフォース3最終回ですね。おそらく前編後編に分かれるかな。前編後編に分かれると思います。前編後編に分かれると思いますんで、とりあえず明後日前編出して、後編はもしかしたら1日空いちゃうかもしれない。まあどうなるかは分かりませんが頑張ります、よろしく。